熊本県中央部に位置する宇土市大田。独自の技法、草木夏祭等が生み出される総土釜。柔らかい粘土に草花を押して形を取り、素焼きした後に染色して焼き上げることで、草花の命を表現している。花、茎、葉、根の一本一本までをも克明に表現することが、総土釜の大きな特徴である。これは、草木国土漆喰成仏という言葉と出会った、作者が最も大切にしている思いからなる。私は美術の教員になるつもりで熊本大学の教育学部美術科というところに行きました。でね、大学の時にですね、マンドリンクラブに入って、もう本当にマンドリンばっかり弾いてたんですよ。そしていざ4年を卒業する頃になって、美術の勉強何もしてなかったっていうことにね、ちょっとこれは教壇に立てないなと思って、でもう1年間やっぱり本当に美術の教員になるような勉強しようと思ってですね、熊大におるよりも九州でですね、その教育学部の特設科というのがありまして、佐賀大学がですね、で1年勉強しようということにしたんですよ。行ったらですね、金工、木工、染色、陶芸と、この時は4つの教授にですね、つかなきゃいかんかったんですよ。その中で工芸だったらね、もう楽しくて仕方がないもんだから、僕はちょっと手先が器用だったもんだから、先生がこう、このものを展覧会があるから、ね、こんなものを作ってみたらどうかって言われて、自分なりにこうやって作ってみたんですね。1967年ですね、4月に入学して、5月31日から6月4日までのその展覧会に出すようにこれを焼き上げたんですよ。全くそのろくろなんか知らなかった時にこういった作品を一個作って、それが賞を取ったということで、自分はのぼせ上がってしまったみたいな感じですね、その当時はね。そして、その秋にちょうどオリンピックがある前の年だからということで、君はその工芸の佐賀大の、ね、代表としてから作品を東京の方に出したらどうかということで、それで評判が良かったということを聞いて、それからもう心の中でじわじわと、やっぱ教員よりも陶芸家になった方がいいんじゃないかというようなね、考え方が芽生えてきたんです。定期券を買って佐賀駅と有田駅をですね、毎日行って、その有田の試験場でずっと焼き物のね、勉強しておったんです。でその時に有田駅独特のダミの技法を研修したんです。この技法で葉っぱがこんな風になるということが分かるもんだから、後になってものすごい一つの財産になって出てくるんですけど、これは私なんですけどね、つとめはこういった大きな、これは重油の釜ですけど、すり鉢を焼いてるんですけど、夜は工場が広いもんだから夜何にしてもいいということで、ここに就職して、で昼間はここの職人になって、で夜は自分の作品を作ったりしておったんです。でここに就職するのにもね、一つ理由があって、作家になりたいという友達ばかりで6人ぐらいでこういろんな作家のところを回っておったんですけど、有名な先生から独立したね、若い人が自分の個性のあるものを作らにいかんのだけど、何を作っても先生の形に似てくると。例えば先生の茶碗が100万だったとしたら、自分のものが5万とか6万ぐらいで売れていくから、そうじゃないものを作ろうと思っても体がそれを覚えておるもんだから、いつしか先生の作品に似てしまうということで、すごく悩んどったんですよ。僕はそれはちょっと危ないなと思ってですね、で我々作家というのは自分独自のものを作らないかんと、特に私は教育学部におったから、何か一番最初にやり始めた人がその道を切り開いていって、知らず知らずのうちにその人は有名になっているというようなことを知っておったもんだから、訓練校を出てから弟子入りするのは危ないなと思って、誰も先生がいない鶴橋工場に行って、で作品ができたら自分の尊敬する先生のところに持っていくというような、そういう生活をしとったんですね。2年そういうことをやって、
独立したんですけど、その東京まで新幹線にしたものかといで、銀座から大山通りを通って渋谷までのですね、そのブティックをこう飛び込んでやっておったんですよ。なぜ銀座かというと、私はやっぱり昭和の焼き物を作ってると、現代は現代の一番中心のところのもので自分をうんと磨き上げていかなきゃいかんのだなと思って、そこに品物を置くように考えたんですね。青山学院の隣にですね、カールという青年人が経営するリブという店があって、ある時に彼が青年にね、4月に帰るから、あんたも一緒にどうかというようなことをね、彼が言ったもんだから、で僕はその頃北欧のものっていうのは日本に近いような味のあるものが多いなと思ってですね、北欧をもうちょっと知らんといかんなということを頭の片隅にあったもんだから、彼について行ってちょっと北欧を見て回ってこようと思ったら、彼がもっと言うことがあるよと、その青年の自分が知っておるところに3代にわたって焼き物をやっていたんだけど、その3代のおじいさんがもう亡くなってしまってから後継者を探しておるということを聞いたと。だからあんたそんな気があるかということで、そんな青年にじゃあついて行ってみようということで、ついて行ったんですね。そしたら2年前に敷地全部を博物館にしておるということで、そこをですね復元するということは断念したんですね。ビンマルビーという小さな町だったんですけど、そこにやっぱ観光地だもんだから人がプラプラと遊びに来るんですね。でその横に小さなあの工房があって、でそこの工房で焼き物をやり始めてまだ 2,3 年という夫婦がいたもんですから、私はこのものをやる人だということをね、カールが紹介して、ね、いろいろ話をしておったらですね、自分にね焼き物を教えてくれと。で自分はまだ焼き物をやり始めたばっかりだから、だけどろくろはうまいからということで、彼がだいたい1日に50個のコーヒーカップを作れるよと言ってたから、僕は日本式でね1日500個ぐらい作る力があったもんですから、彼が見とる前でですね150個作ってやったんですよ。そしたら彼がびっくりしてね、あんたと取引をしようと、あんたはその釉薬も知ってると、そのろくろもそんなふうにできるからね、僕が言ったものをね作ってくれと、あんたが作り手、そして僕が売り手でね、売り上げはみんな折半しようということで、それからそこでね私はもう作って、で彼が例えばキャンドルなキャンドルを作った時に、もうちょっとここ絞った方がいいよとか、どうしてって僕が聞くと、ここでその子供たちがこんな風に手を握ったりとか、なぜそのように使われるかをね、彼は全部教えてくれると。で私は最初にその青年に来た、北欧にこう憧れておったその目的が達成されるようなね、そういう感覚を覚えたんです。この後、ヨーロッパやアジアの各国を回り、自身の創作スタイルを探求していく中で、新たな見聞を深めると同時に、改めて日本人としてのルーツを元にした作品作りを目指していく。帰ってきてからカールが、ね、名鉄セブンが名古屋駅前にできるから、そこの6階の家具売り場を、ね、任されたということで、家具売り場の縁のところをね、これをずっと家具売り場の周りを回したんですね。名古屋に小島さんという方がおられるんですけど、小島プレスの当庁社長だったんですね、大きい会社の。新しい家を名古屋に建てて、その玄関に柔らかいタイルを敷きたいということで、ずっと探しておられたら、名鉄セブンになんかすごい柔らかい変わったタイルがあるからということを知ってですね、本当にボロボロの家に住んでおったんですけど、そこに小島さんが来られて、すごく私の生き方に共鳴を受けられて、小原村というですね山があるんですけど、その山の一角に自分が焼き物をやるところを作ってほしいというふうに僕に頼まれたもんですから、どんな家を作ってでもいいと言われたもんですから、スウェーデンで見てきておったその千年持つ家を作ろうと思ってですね、作り始めたんです。草花を粘土に押そうと思ったのは、
小島さんから頼まれてタイルを作らなきゃならないようになってからなんです。小島さんに言わせると、一見しても手作りだと分かるようなタイルを作ってほしいということだと思うんですから、タイルは何にしようかと考えておったんですけど、もう時間が迫ってきたもんですから、私は苦し紛れに近くにあった葉っぱを粘土に押し付けて、これ粘土に押し付けた葉っぱは全部形が違うから、これはもう一見して全部手作りのタイルだなというふうに分かると思ったもんですから、でそのタイルを作って、その葉っぱの形が面白いもんだから、いろんな陶板を作ったんですけど、ちょっと面白いのができたから、小島さんが京都の大徳寺に立花大樹という五郎さんがおられるから、自分が時々行くから五郎さんにこれを見せてみようというふうに言われたもんですから、大徳寺にまで行ったんですね。そしたら、五郎さんはずっとそれを見ながら面白いものを作るなと言って、その次に安さん、この葉っぱには、仏が宿っておるというのを知ってますかというようなことを言われたんですね。で私は何言っておられるんだろうと思ったら、草木国土疾海成仏という言葉があると言われましてですね、それはどういうことかというと、地上のものにはみんな仏様が宿っておられると、今の世の中に全部この時というのは一瞬しかないと、どんな植物でも伸びて変化していくと、石もそうだと言われたんですね。植物にその命があるということをその時に言われて、私はそれはびっくりしたんです。それまでは私は植物は、まあ、ただの葉っぱ、もう道具としか考えなかったんですけど、ロースさんから言われてですね、やっぱ一つの命の一部であるということを思いついて、それからペタペタと無造作に葉っぱを押すんじゃなくしてから、命を借りて作品を作っておるというふうに思って、まあ全身像といいますかね、植物の葉っぱ、茎、根、花、全部をこう作品にしようというふうに思うようになったんですね。それからやっぱり私の作品はぐっと良くなりました。熊本県の北にある荒尾市というところに特別養護老人ホームができるということで、依頼を受けました。今これはその粘土を練って、それから粘土の板にする状態の前の段階ですね。で粘土の塊をこう切って、そして今新聞を敷いて折ったところに敷いていきます。でこういうふうにさっきの積み重ねた粘土をこんなふうにずっと敷いていきます。大きさは横が3メーター、縦が2メーターです。で、その上に今はちょうど、4月の中頃だと思うんですけど、これを、咲いた、これは踊り子草と言います。さっきバケツにあった踊り子草をこのように粘土に押さえていきます。そしてこれは菜の花です。でこれはカタバミですね。これはアケビです。アケビの花は3日間ぐらいしかないから、とってもタイミングを捉えてないとなかなか入手できません。このようにしてからずっとその植物の咲くタイミングを見ながら粘土に作品を作るように押し付けていきます。
大体これが押し付けを終わると植物は枯れたりですね、ここは湿気があるもんだから腐ってきますとね、もうこの頃になってくるとこの工房はとってもね、植物の腐った匂いで嫌な匂いがします。で、今やってるこれは包丁で、ね、粘土を切っておるんですけど、粘土はどん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 乾いていくもんですから、その斜めにひびが入らないようにこんなふうにやって包丁でマス目にこう切っていきます。あんまり切ってしまうと、なかなかその絵と絵がつながらないもんですから、その具合が大変です。これはあんずをね、押しておるところなんですけど、あんずは木で硬いもんですから、そう草みたいに曲がってくれないもんですから、あのふうに10センチずつ切りながら自分の思った構図にずっと切らなきゃいけません。で、これは下の方は見てください、もう腐った花です。上の方は今ちょうど菖蒲が咲いております。麦もやって終わりました。で、これは今からこれはアジサイをやっておるところですけど、そのつなぎ目のところが境目がとっても大変なもんですから、その境目のところを大事にとって次に咲く花を待って次の花を押し付けるもんですから、前の花っていうのはとってもこうボロボロになっております。だけど形はそのまま残しておかなきゃいけないもんですから、これは大変なんです。これもこう大事にこんな風にやってから勝負を残しておきます。で、特に花の上なんかはビニールをかぶせる時なんかは、そこの上に新聞紙を置いて花の模様がずれないように、ちゃんと管理します。これは全体の、ね、粘土が縮まっていくもんですから、こんなふうにやって水をまいてですね、粘土が乾かないようにこれはさらしをずっと置いておるところです。さらしを3段こんなふうにしてから巻いてちゃんとやっておくんですけど、それが1週間もすると植物が持ってるバクテリアがさらしをこんなふうにやって溶かしていくんですね。でもだからまあ この時なんか本当になんかこう作品が全部もうドブに使ったような感じで、 だけどね、もう汚いんですけどやらなきゃいけないんで、この辛さがこれ大変だったんです。植物がどんどんやっぱりこう腐っていくときにこんなこう異臭を出して、それからこう形になったりなんかするんだなということを、これはもう目の当たりに見ることができました。これは素焼きをした後の作業です。この素焼きは一見焼き上がったらまっすぐに見えますけど、何もしないところとか粘土の柔らかいところがへっこんでおるもんですから、ひどい時には5ミリぐらいのその誤差があります。で、その誤差をこれ1週間ぐらいかけてこんなふうにダイヤモンドカッターでぐーっと調節していくんですけど、もう工房はほこりまりけになってこれをずっと調節していきます。これは今スプレーをかけておりますけど、全部を一旦ダミ筆で絵付けするんですけど、全体を見て濃淡をつけておるところです。それをしないと絵にならないもんですから、やっぱり絵筆でだけでは収まらないところがあります。で、それをやった後こんなふうに花の部分とその空間の部分、そこのところにはシリコンがあったものですから、そのシリコンを剥がしておるところですね。で、今やってる作業はそこのちょっと足りんかった部分をこんなふうにやって修正しておきます。これが踊り子草の花の部分、これはアジサイの花の部分がまだ真っ白ですね。ゴスで塗るこの麦だけはそのままちゃんと絵付けしましたけど、で、これは上の画像は上は、ゴスで塗ったもの、これ下は一回焼き上げたもの
こんなふうに違います。これは草いちごですね。草いちごの花の部分だけをずっと今絵付けしておるところです。これは菜の花の花の部分をずっと絵付けしておるところです。で、こんなふうに花の部分と草の部分を、草といいますかね、葉っぱの部分を分けて塗ることで、画像が本当にこうリアルにきちっと仕上がります。そしてこの白い部分というのは透明薬を上からかけておるところですね。で、透明薬をかけると、もうその上からはもう修正ができなくなりますから、だからその透明薬をかける前にしっかり全体が焼き上がっておるようにします。これはそれが焼き上がったところです。全体が1回目の本焼きしたところですね。だからこれでこの上からまた色を補正したりなんかします。で、これでこれが2回目の本焼きですね。で、この2回目の本焼きをやって、全体のまとまりがなくちゃいけないもんですから、雰囲気を出すためにシリコンを塗ってバッグをつけていきます。そしてこれがそのバッグをつけて3回目の本焼きをした作品ですね。横が3メーター、縦が2メーターだもんですから、切り揃えたところですね。これから現場に行ってこれを取り付けるという作業になります。白い焼いたものの中で、自分しか見つけれなかったものが、その草木ナッツサイトというものだから、命が宿っておる、そういったものが見えるようなのを作らないと後世には残っていかないと思っておるんですから、自分自身を限りなく極めていって、作品を作る時に命を意識しながら作っていったら、再現がないことだから、私は私なりのものを極めていこうとしていた道半ばで、倒れたというふうになるんじゃないかと思うんですね。だから今からの作品もやっぱり一つ一つを極めておる方向にずっとやりながら作っていくんじゃないかと思います。